本一周ね終わりました。そしてね香川に帰ってきました。あー疲れた本当にもうねだれてたんでね、もう飽きてんだよね、日本一周はもう。まあいろいろとね、バイクの方に不具合があったりね、装備品の方に、まあ、不具合があったりとね、まあいろいろあったんでね、家に帰って早く直したいっていうのがねあったんで、まあだれてましたね。まあね結構楽しませてももらったし、まあ苦しませてももらったしまあねいろいろと大変でしたけど、まあね北は北海道宗谷岬から南はね沖縄まで、沖縄でね最南端どこだろうね、一番南まで行ったのは分かんないんでね、沖縄と、とりあえず沖縄としときます。まあねぐるぐる回ったんだよねまあいいでしょう。まあ他にもねところどころ島もね行ったりもしたんで、まあ佐渡島ね、だれていかなかったんですけど、まあ行っときゃよかったかなってね後々思いながらね、まあまた今度行くでしょう、行ける時が来たらね、いつ行けるかは分からないんですけどね、まあ香川から結構遠いんでね、こいつもねまあもう1万じゃないわ4万円1000キロ結構走ったな。まあね2年と4ヶ月てか日本一周だけで2万キロか、それぐらいねもう走りまくったんで、まあね期間は、まあ、実際は3ヶ月ちょっとかな、まあ、3ヶ月ちょっとで2万キロってまあまあ走ってるな。まあね家でのんびりしてる時間を合わせるとね5ヶ月ぐらいかなにはなるんですけど、まあね、いろいろあったんでまあ仕方ないか。まあねよく帰ってこれたなっていうのがありますからね本当はじめねキャンプ初心者から始まってますからね本当に。まあねいろんなものも壊れて、で新しく買い直してとかね、まあよく帰った理由はね、まあだいたい装備品をねまあ交換しないといけないっていうのがあったりねしたんで、まあねよく帰ってたんですけど、帰らなくていいのもねまああったんで、まあ帰りまくったせいでね、まあ達成感も特にねないっていうのもありますから、まあ、そういうのもあるんでね、まあ帰っても1回2回ぐらいでね、私のようにね長期間家にいるとねダメ、忘れ物ひどかったもんな忘れ物ひどかったもんな本当、ということでね家に帰っちゃったらダメっていうね、まあ、そんな感じですね。達成感が欲しいならですけど、まあ安全にね行きたいっていうのであればねガンガン家に帰ってもいいんじゃないでしょうか。まあね、まあでもなんだかんだねよくやったよ本当。初日なんてひどかったもんな、初日2日目なんてね、あんなのからねまあよくもね やったなと思います。まあね帰るのもね結構ひどかったんですけどね、まあそれはねまあちょっとずつね動画を投稿していこうと思うんで、それを見てねまあアホだなとでも思ってくれればいいかなと思います。はい、まあね、全ての件は一応行き終わったんで、まあ、こいつもね頑張ってくれたよ本当。いろんなところがねもう壊れてきたんでね早く修理に出したいんですけどね、まあそこはおいおい、まあ結構ねお金の方がねお金の方がちょっとね厳しくなってくるんで、まあバイクの点検代ぐらいは出せてもねあんまりやる余裕もないかもしれないからね、そこばっかりは仕方ない。まあね仕事も辞めてねしばらく遊んでましたから金もね、もうないんだよね笑うしかない、金もないんだよね。まあねしばらくは大丈夫なんで、まあ動画投稿でもしながらね、まあ新しい仕事でも探していこうかな、そうするしかないね本当。
りたい仕事っていうのはね、まあしばらく走ってたんですけど、あんまりね出てこなかったんで、ほんとまあね、4年と少しね仕事をずっとしてましたからね、それの休憩っていうのにはねちょうど良かったかな、うん、そんな感じだね、うん、またね一から仕事を探しましょうかてな感じでね、うん、私は帰ってきたっていうね報告をしましたね。まあしばらくねもうチャンネルの方ほったらかしにしてたんでね、まあ何かしらなってるでしょうから、まあ、その辺もね見ながら やっていこうかではね、ご視聴ありがとうございました。